世界に誇る勲章を手にするのは果たしてどのまでやりましょうか。ジャパンカップ、さあ準備が整いました。スタートを切りました。ものすごい声援を受けて最初のスタンド前、先頭に立つのは何か。パンサラッサが先手を取ります。これを追って3番タイトルホルダー、その外14番ディープボンド、各馬第1コーナーに差し掛かります。それから1番リバティアイランド、これをマークするように、17番スターズオンアース、ご注目いただきましょう。これが圧倒的な人気のイクイノックス。外から1頭5番ドーデュース、4番スタッドリー、それから7番イレジン、外を通りまして湘南橋ヒット、その後ろでやりましょうか。11番ドラストケンシン、12番チェスナットコート、内から1頭フォワードアゲン、その外にベラーズール、インプレスが、その後ろバラバラになっています。内を通りましてクリノメガミエース、ダノンベルーガが並んでいっています。一番後ろにウィンエアフォルクであります。流れるようにレースが展開されています。一頭ものすごい逃げを見せました、パンサラッサ。それから離されましてタイトルホルダー、そして外からは14番ディープボンド、ちょっと離れて1番リバティアイランドであります。そしてその外に17番スターズオンアース、そのうちに2番イクイノックス、それからもう1頭ドーデュース、そしてその後ろから4番スタッドリー。さあ東京競馬場のスタンドから大歓声が上がります。イクイノックスは6番手といったあたり、さあこのまま逃げ切ってしまうのか。外からはタイトルホルダー、2番手にタイトルホルダー、タイトルホルダー捉えるか。先頭変わってタイトルホルダー、ムチが飛んだ、ルメールとイクイノックス。3番タイトルホルダーがまだ粘っている、先頭タイトルホルダー、しかし差はそれほどでもない。さあこのあたりでかわしたかわした、最後はやっぱりこの2頭か。先頭ルメールとイクイノックス、イクイノックスかドーデュースか、首の上げ下げ。さあこの1着は際どいぞ。当然の結果ですね。1着2番2着5番3着1番以上のように確定しました。世界に誇る勲章を手にするのは果たしてどの馬でやりましょうか。ジャパンカップ、さあ準備が整いました。スタートを切りました。ものすごい声援を受けて最初のスタンド前、さあ何が行くのか。行った行った、8番パンサラッサ先頭に立ちました。タイトルホルダーディープボンドがその後ろ、イクイノックスはこの辺り、まもなく第1コーナー、そのうちからは1番リバティアイランド、それからスターズオンアース、ドーデュースがかわしていきました。スタッドリー、第1コーナー左にカーブを取って第2コーナー、その外にドラストケンシン、そしてそのうちに7番イレジン、外を通りまして湘南橋ヒット、それからもう1頭チェスナットコート、18頭第2コーナー左にカーブを取ります。内を通ってフォワードアゲン、その後ろでやりましょうか。ウィンエアフォルク、そして内からは9番ベラーズール、その外からは13番クリノメガミエース、そしてその後ろから10番ダノンベルーガ、しんがりからインプレスでやります。もう一度整理しておきましょう。逃げる逃げるパンサラッサ、大きくリード、タイトルホルダー、もう1頭ディープボンド、そしていたいたイクイノックスとルメールであります。その外ドーデュース、内を通りまして1番リバティアイランド、スターズオンアースがこれを見るようにしていっています。4番スタッドリー、ドラストケンシン、内から1頭イレジン、府中のスタンドが揺れています。イクイノックスは4番手、さあこのまま逃げ切ってしまうのか。懸命に手を動かしてルメールとイクイノックス、パンサラッサが抜け出した。タイトルホルダーが2番手、先頭吉田とパンサラッサ、さあ先頭はパンサラッサが3馬身リード、ディープボンドが3番手、外からはタイトルホルダー、先頭パンサラッサ、しかし差はそれほどでもない。イクイノックスがかわした、ムチが飛んでいる、スターズオンアース、先頭ルメールとイクイノックス、スターズオンアースがかわした。内か外か、最後はもう渾身のムチさばき、並んだところがゴール。勢いがありますね。1着17番2着2番3着1番以上のように確定しました。世界に誇る勲章を手にするのは果たしてどの馬でやりましょうか。ジャパンカップ、さあ準備が整いました。
スタートを切りました。ものすごい声援を受けて最初のスタンド前、先頭に立つのは何か。先手を取って3番タイトルホルダーパンサラッサが追いかけます。この辺りちょっと離れているディープボンド、まもなく第1コーナー、それから1番リバティアイランド、これをマークするように2番イクイノックス、そして外からは5番ドーデュース、4番スタッドリー、外を通りまして17番スターズオンガース、トラストキャンシン、イレジンガ、その後ろ12番クリゲノバタイ、チェスナットコート、その外からはインプレス、18頭第2コーナー左にカーブを取ります。内から1頭湘南バシット、クリノメガミエース、内を通りまして9番ベラーズール、ちょっと縦に長い展開になりました。外を通って10番ダノンベルーガ、そしてその後ろからフォワードアゲン、しんがりからウィンエアフォルク。もう一度先頭から紹介しましょう。逃げる逃げるパンサラッサ、大きくリード、ちょっと離されましてタイトルホルダー、そして3番手にディープボンド、その後ろ3馬身くらいあってリバティアイランド、白い帽子にご注目ください。これが1番人気のイクイノックス。早くも大欅の向こう18頭が差し掛かろうとしております。これと一緒にドーデュース。さあ東京競馬場のスタンドから大歓声が上がります。イクイノックスは5番手。さあ先頭はパンサラッサが大きくリード、差を広げたパンサラッサ、まだ余裕がある。依然先頭パンサラッサ、ちょっと差がある。イクイノックスまだ来ないのか、まだ来れないのか。さあこのまま逃げ切ってしまうのか。パンサラッサが抜け出した。イクイノックスものすごい足、間から懸命にリバティアイランド、これは半シーレースになりました、これは半シーレースになりました。ダノンベルーが懸命に追う。パンサラッサかイクイノックスか、首の上げ下げ。さあこの一着は際どいぞ。当然の結果ですね。1着2番2着8番3着1番以上のように確定しました。世界に誇る勲章を手にするのは果たしてどの馬でやりましょうか。ジャパンカップ、さあ準備が整いました。スタートを切りました。ものすごい声援を受けて最初のスタンド前、先頭に立つのは何か。先手を取ったのはタイトルホルダー、14番ディープボンドが追いかけます。パンサラッサがかわしていきました。イクイノックス、そしてその後ろからリバティアイランド、ドーデュース。18頭第1コーナー左にカーブを取ります。その外に17番スターズオンガース、この辺りちょっと離れているトラストキャンシン、そのうちに7番イレジン、そしてその外に15番湘南バシット、スタッドリーがそのうちにいます。フォワードアゲン、外から1頭12番チェスナットコート、その後ろでやりましょうか。13番クリノメガミエース、10番ダノンベルーガ、外を通りましてインプレス、ベラーズールが並んでいっています。一番後ろに18番ウィンエアフォルクでやります。もう一度前の方でやりますが、これが先頭パンサラッサでやります。差が開いて3番タイトルホルダー、外を通って14番ディープボンド、イクイノックスはこの辺り、1番リバティアイランドがこれを見るようにしていっています。そして6番手にスターズオンガース、その内からはドーデュース。早くも大欅の向こう18頭が差し掛かろうとしております。ちょっと離されましてイレジン。さあ場内が騒然としています、場内が騒然としています。イクイノックスは4番手といったあたり、1番内パンサラッサが頑張っている。外からはタイトルホルダー、先頭横山とタイトルホルダー、外から懸命にディープボンド、3番手にパンサラッサ。さあ先頭はタイトルホルダーが2馬身リード、外からはディープボンド。さあこのまま逃げ切ってしまうのか。頑張る頑張る横山とタイトルホルダー、リバティアイランド懸命に追う。ダノンベルーガも差を詰めてきている。イクイノックス1着、ジャパンカップ勝ったのは2番イクイノックスだ。当然の結果ですね。1着2番2着3番3着1番以上のように確定しました。